結成56年を迎えました、大手発祥の地パル商店街、ここを本拠としまして、もう高円寺の大手のパイオニアともう言ってもいいんじゃないかというぐらいの歴史ある天狗連でございます。パルの天狗連、飛鳥連、青い神殿、この3つの連というのは、高円寺を本当に阿波踊りを盛んになる前から、独立連として、高円寺を支えてまいりました。徳島平和連の姉妹連でございます。天狗連の大きな特徴というのは、やはりあの女踊りですね。女踊り、特に衣装、レモンイエローのこの独特の色使いのこの女踊りの浴衣というのは、それだけでも、その浴衣姿を見に来るというお客様も、大変数多くございます。それでは、第2部、トリを取りますのは天狗連です。you
がとうございました。秋の座高円寺阿波踊り第2部、これをもちまして終了でございます。皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりマスクをして踊るっていうのがこの息苦しさ大変なんですけども、もう本当はマスクなくてなしで、声と笑顔とこれに、踊りに笑顔が加わって本当に、そういう日が、待ち遠しいのは実感でございます。これを機会に、一歩一歩また高円寺の阿波踊りは来年の開催に向けて、進んでまいります。各年本当に努力して、なんとか、来年につなが、つなげていこうと、努力しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。外がだいぶ冷えてまいりましたので、気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。